はい、どうも皆さんこんばんは、ポッキーです。今回もですね、リアルマインクラフトのようなゲームコロニーサバイバルを実況プレイしていこうと思います。前回のパートの続きですね。で、今回はね、まあ、村人をとりあえず増やして、あと、道を作りたいなって思ってるんですよ。これとりあえずベッドさ、もうあと2つ作っちゃって置いちゃいましょうか。ここにこれで2つの家が埋まってしまいましたね、ベッドでベッドだけの部屋って本当に嫌だよね。寝に帰るみたいな娯楽が欲しいですね。まあでもなんかアップデートで結構ね、いろんなブロックとかも今後追加されていくらしいので期待しつつ、うん、真っ先に追加してほしいのがね、ドアなんだよね。ドアがない家って不安すぎるでしょ。ちょっととりあえず住民募集、はい、11人、はい、13人、はい、12人です。さあ住民数が12人になりました。ということで、こいつはどこに向かった？何をしに向かってんだ、これ。ん、どこ行くの、君は。君、ちょっと待って、謎な行動すぎるんだけど、日焼けしたかったのかな、もしかして。で、今回はね、ちょっと林業者、草か土の上に置いておくと、苗木を勝手に植えてくれて、なんかその、木をね、採取してくれるらしいので、ちょっと一回試してみましょうか。ここら辺に一本？あ、大きめに取るんだ、これ。これくらいでいいか。ほい。てか、あれ、誰も来ないんだけど。あれ、3人くらいいたよね。なんで？わかった！斧がないとかだ、多分。あー、やっぱそうだ。斧を作ってなかったんだ。斧を作るには、鉄のインゴットと板。鉄のインゴットありますね、ちょうど。で、これで斧を作って、はい。さあ、斧を渡した。よし。これで、作りに行ってくれるのかな、木を。おー、いいじゃん。帰ってきた、帰ってきた。よくわかんない動きするような、ほんとに。来たぞ。あー、苗木がないと。これは違うの？この苗木じゃダメなの？いや、こいつめんどくせえやつだな、ほんとに。待て。じゃあ、木を切ってさ、これ僕が植えた木なんですけど、木を切ってると苗木ってもらえないんだ。どうやったらゲートできるんだろう。普通木を切ったら、わかった、これ、葉っぱ壊してたら勝手に、あっ、やっぱそうっぽい、ゲットしたっぽい。めっちゃ1個植えてドヤ顔なんだけど、こいつ。嘘でしょ。1本植えただけでこんなにドヤれる人初めて見た。作業時間何秒だよ、マジで。あ、やべえ、木切ってたら寝ちゃった、あいつ。今日の仕事これだけだからね、ほんとに。給料泥棒め、ほんとに。で、あと2人残ってるから、何をやらせるかっていうと、オーブンで、オーブンはあれか、パン焼くやつか。じゃなくて、かまどだ！かまどを、作ることによって、鉱石を利用して、なんかその鉄のインゴットとかを作ってくれるらしいので、ちょっとこれを置いておきましょう。そうすると、どっちか1人が分担してやってくれるはずなんで。どこにしよう。なんかスペース作りたいよね。小屋みたいなここに作るか、小さいの。で、そこはかまどコーナーみたいな感じにしようかな。よーし、完成。こんな感じでいいんじゃないですか？それっぽいでしょ。で、ここに、オープンじゃなくて、かまどだね、かまど。かまどはどこですか？かまどあった。かまど一回置いてみましょう。向きはですね、こっち向きがいいな。よし。お、こんな感じなんだ、かまどって。楽しみだな。あいつがどのように来るのか。あ、2人来た？そういうわけでもない？ん？どれがかまどの役目を果たしてくれるんだ？あれ？あれ違うな。あいつら畑やってるやつらか。緑の服は。あれ？ニートいなかったっけ？あ、いるじゃん、ニート。かまどやってくれ。じゃあこいつなんで止まってんの？もしかして、鉱石がない説？いや、あるよね。鉄とか金とか。やべえ、わかんねえ。やり方がわかんねえ。かまどやってくれないのかな。あいつはなんだ。あ、来てくれたわ。おお、そういう服なんだ。赤色ね、覚えとこう。こいつが焼いてくれると、いや楽しみだな。おお、かっこいい。なんかスープ作ってるようにしか見えない。クリームシチュー作ってるようにしか。あ、金のインゴット作ってくれてる。確か金のインゴットでさ、これ造幣局っていうのがなんか作れるんだよ。鉄のインゴットと板と金のインゴット。待って、これもう作れるぞ。
金のインゴット、鉄のインゴット、あと板。ほい。おお！え、作るよ？もったいない気もするけど。まあ、必要なもんでしょう。いきます！はい！はい、なんだこれは。作ってもなお意味がわからない。でも、金のインゴット1個だけなんですね。で、この横に作りますか。ポン。何これ？あー、金のインゴットからゴールドコインを作れるんだ。へー、で、ゴールドコインっていうので店が作れるんだよ、確か。ほら、これ店って楽しみだね、ちょっと。うわ、これちょっと金掘ってもらおう。今、鉄掘ってもらってるけど、金掘ってもらおう、ちょっと。金必要だわ、やっぱり。この上はやっぱり金だわ。で、君さ、ちょっと一本の木育ててるだけだったら効率悪すぎる問題だから、本当に僕でもできるから、ちょっと君ね、ちょっと解放してあげて、広めに作ろう。よし。広めにやれば、ちょ、帰ってくな、帰ってくな。あー、待って、これあれだ、松明とかがね、中にあるとダメなんですよね。広めにやると、多分、もっといっぱい育ててくれるはずなんで。あー、いつ、どこ行くの、どこ行くの君。そんな上歩かないで。え、待って、あいつどこ行くんだ。おい、落ちんなよ、落ちんなよ。え、ちょ、ついに頭狂っちまったかな。黒色ってなんだっけ。え、どこ行くつもりなの、一体。おお、登ってた。嘘でしょ、嘘でしょ。いや、降りてくるんかい。何のために登ったんだよ、ほんとに。どこ行くの。おお、な、何その動き。なんでそんな、その、なんていうの、ルンバみたいな動きすんの。角に当たったらさ、壁に当たったら向き変えるみたいな。どっか行っちゃいましたね。夜の街は怖いですけど、ちょっと夜のうちに木をいっぱい取っときたいので、今のうちに取っておきましょう。ほら、あいつらが寝てる間に俺は一人こうやって木を切る。もう本当にみんなのことを思っていい子。本当にこんな子いないよ、今時の現代社会。ゾンビ目線から実況してみた。あ、ちょちょ、実況する前に死んでみた。今日はね、道を作りたいと思います。でも石のレンガが少なくて、石のレンガってこれどうやって作るんだっけ。あー、そっかそっか。石のレンガって確か土、地面掘って出てくるアイテムだったよね、確か。あれってさ、ちょっと待てよ、どこで取れるんだっけ。下か。下行って、これか、この、確かこの、これが石のレンガになるんだっけな。13。掘ると14。あ、そうだね。ずっちゃ、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 ずっちゃ。てか、だいぶ広くなるね。こう見ると、1段上げるだけで。おー、君はそこで金を取る仕事をしてる人だね。うん。君の仕事ぶり、なかなかいい、いいね。拝見させてもらったよ、君の仕事ぶり。うん。お給料ダウン。そんなこと話してる間にだいぶ広くなりましたね。うん、これくらいの方がいいでしょう。ということで、ちょっと上に上がりましょう。石のレンガも集まったし。うわ、光が差してる。なんだこのシャバの空気、早く吸いてみたいなノリ。うわー、これ地下から、これなんか怪獣の世界みたいなんだけど。うわー、いいね、やっぱ地上っていいね。ということで、石のレンガでちょっと、え、ゴールドコインできてんだけど。え、作ってくれてんの、ゴールドコインを。センキュー。何この成金みたいなやつ。服まで金色なんだけど。どうつなげようかな。これくらいまで掘って、こうつなげたいんだよね。で、この正面に、正面の道さ、あー、でも中途半端だな。どうしよう。3つ。でも3つ掘るしかないよね。3つじゃねえわ、4つか。4つ掘って全部こうやっていくか。相当使うね、石レンガ。本当にこれ意味のないことに時間をかけるスタイルのゲーム実況動画になってますが、まあいいでしょう、これもこれで。いやー、これほんと地味な作業だな。しかも心折れんのがさ、俺の道を全然活用してくれそうにないところ、こいつらが。絶対こんなさ、いい感じにレンガで道作ってもさ、別のとこ歩くよね、ほんとに。全部レンガにしてやろうか。当てつけだ、おめえらへの。どうしようってか。夜の間に作業するしかないからな。
それくらいまでして、ゾンビ入ってきてくれないのは嬉しいね。うん、警備がやられたら終わるけど。あ、で前回のコメントで、そういえばその、なんだろう、警備は寝ないから階段取っちゃっていいんじゃないですかみたいな、そしたらゾンビも上がってこれないしやられないですよみたいなコメントを見たんですけど、 No No No、 それじゃダメ。現実に忠実に行きたいんで、僕はやっぱりこうちゃんと上がるところがあるっていう、そうで僕も上がれるっていうのを楽しみます。はい、そういうこと、それを伝えたかった僕は。あー気持ちいい、あー気持ちいい、おーい気持ち悪い、もうこうやって一つ抜けると気持ち悪い。でもね、こうパパパパって置けるとめっちゃ気持ちいい。これ生きがいだわ俺の。いやちょちょちょ、気持ち悪い気持ち悪い、ほんと気持ち悪い、こういうの一番気持ち悪い。よし、あーいいね、このサクサク音もいい。よし、これでとりあえず道はつなげられましたね。いい感じじゃん。でここ2本真ん中行くか、ちょうどいい感じにこれなってるけど、あーじゃああれですね、裏口の位置変えよう、若干左にずらしましょう。これいいんじゃない、道完成させるからね今回のパートで。さあ道がつながった。ここちょっとダサいかな、この感じ。どうしたらダサくないだろう。どうしよう、わかったわかった、ここをなんかちょっと広場的な感じにしたらダサくなくなるんじゃない、こんな気しない。でこうなんか全部に伸びてる感じ。あーごめんごめん、地面を削っちゃったね今の動き。あいつ忍者だな、絶対忍者だ、忍者上がりだ、昔忍者やってましたみたいな。いいじゃんこれでね。さあ完璧ではないでしょうか。よいしょ、オッケー。であと警備の人が戻ってきてほしいんで、こうやってこう削ってこうだね、でポンと、よし。であとここに弓を置くことによって、よっしゃー、戻ってくるよね警備ちゃんと、帰ってこいよちゃんと、頼むぞ。でね、今回ねゴールドコイン10枚も作ってくれたんですけど、この成金野郎が。あんまゴールドコインいらないよね、それよりも鉄のインゴットが欲しいんで、今ね鉄を掘ってもらってて、あとこのかまどではね鉄をメインに作ってもらってます。はい、いい感じ、順調だね。準備募集1、2、3、 OK で15人ですね。じゃあ最後に畑を作らせて、どこに作ろう、この横は空いてるか、小さいかなここ、いいか、ここに作らせましょう。さあできましたね、ここの畑をやってくれ。おーい、もう寝る時間ここまで歩いてきて寝る時間って言って帰るって、1本くらい植えていったら、まあいいかということで今回も無事に終えることができました。村人数は15人で、今何もやってないニートが2人いるので、また次回、何かお店とかも作りたいしね。うん、であと今回木をいっぱい切ったんですけど、その木でですね2階建ての家を次回は作りたいと思います。うん、あの小屋もダサいしね、うまくします。ということでゾンビに迎えられながら今回はこれで終わりたいと思います。ではポッキーでした。また次回の動画でお会いしましょう。もしこの動画楽しんでくれたらぜひ高評価ボタンを押してね。じゃあバイバイ。